韓国の伝統工芸は高度な技術を持つ職人たちが継いできた分野もありますが、日常生活の中で伝わってきた芸術も数多くあります。過去には女性たちの社会的活動が制限されていたので、一緒に集まって裁縫をして、紙を貼って布を染め、お互いに学んでいくうちに、自然に繊細さが育まれていきました。伝統工芸体験館は、プクチョンを訪れた人々がもっと自由に、様々な体験ができる空間として作られました。ハンカチの天然染色体験や、伝統的な手鏡、アクセサリー作りなど、曜日ごとに毎日違うプログラムが豊富に用意されています。予約なしで利用が可能です。